マイスイート馬どんな僕は君の馬とは馬どんな制作委員会が2011年12月11日より提供しているブラウザーゲームであるこのコーデは続編にあたるマイスイート馬どんなに馬すぐキス目についても説明するシネマ競馬ジャパンワールドカップなど競馬未経験者初心者を対象としたウェブコンテンツを展開してきた日本中央競馬会が 年末に行われる有馬記念に向けて、ウェブ上に面白いコンテンツを用意した上で、Facebook や Twitter と連動して盛り上げていくのが効果的であるということで競争場が主人公となって、彼を世話する女性スタッフとの交流を描くシミュレーションゲームを展開することとなった。ゲーム制作にあたっては、キャラクター原案を、小形達義、シナリオを、青山サグ、アニメーション制作、 イラスト作画は、プロダクション IG がそれぞれ担当し、さらに、キャラクターボイスには、有名声優を起用するなどしている。2から登場する、ホリールカを除く登場キャラの名前は、歴代のアリマ記念優勝馬と、その管理調教師から取られている。ゲーム提供開始後の2011年12月25日には、中山競馬場への来場者プレゼントとして、 キャラクターのイラスト入りクリアファイルが用意された。2については、主要制作スタッフ、声優、登場キャラクターなどは、前作と同じだが、新キャラクター1名が追加されている。ありがとうございます。